はい、それでは続きをやっていこうと思います。前回こちらの、マーキュリー灯台をクリアしましたので、次どこに行くんだっけ進んでいこうと思います。で、進む前にちょっと回復を、あ、イベントだ。回復をと思ったり回復を持ったらイベント来た。メアリー帰ってこないから心配してたんだよ。心配してしまって二人ともごめんね。それ大変なんだよ。マーキュリー灯台に火が灯っちゃったんだよ。知ってたよね、メアリー。一体どうしたのさ。今日のメアリーなんだかおかしいぞ。私、あんたたちに何て話したらいいの。どういうこと、メアリー。私、この兄さん、ロビンと旅に出ることになったの。灯台の火が原因なのよ。火が灯ったら世の中危ないって言ってたよね。守るために旅に出るってことなのね。うわ、なんて理解力のある子供たちだ。そうなの。じゃあしょうがないな。名誉のためですもんね。そうね。僕らがイミルミラを守るから安心して。おお、勇敢な子だ。上手にプライ使えるようになるわ。あ、この二人も使えるんだ。麦くんとヒエイちゃんかな。へえ。そんなことより。新刊お願いします。その喋り方どんでかなんねんのさせますかな。それで良いかな。気合い入れて死んぜよその言い方じゃないとダメなのかなありがとう。まさかのイベントが発生してびっくりする。もしかしたらおじいちゃんのとこ行ったらイベント発生するのかな。おじいちゃんは下だよね。確かに。おじいちゃんとこ行ってみようか。おじいちゃん、病気で死にそうだなんてわし言っておったか。の病気になったの。あと30年は大丈夫。さあ仕事仕事。すげえ働き者だ。回復しよう。で、武器を整えて。武器屋さんもおじいちゃんか。掘り出し物。アンチエナジーレイっていうのは確か、相手にエナジー使えなくするみたいな効果だったような気がする。スタン欲しいよな。イワンさん、ゲームチケットで武器はあるから、あれ、あ、いいのか。武器はあるから防具を。
よし、オッケー、これで装備も一通り買ったので、とりあえず戻ればいいのかな。マーキュリー灯台つけたし、つけたっていうかつけられたし、4人になるとやっぱ違うな、戦いやすいわ。ここで戻って、チルド使えるから、でこの水にチルドを使うと氷の柱ができるんだけど、だよね、火があるから溶けちゃうよね。これなんかあると思う？上の道走れるもんね。あれ、こっちじゃないかな、向こうかな。あ、向こう、あれ？さっきの入り口右かな？そんな気がする。多分こっちだ。で、これ動かせない。あ、動かせないか。あ、これ動かせるんだよね。あれ、こっちなんかあったっけな。覚えてねえや。行ってみよう。え、そこに行けるんだよね。そこ行けるだけか。こっちは戻っちゃうもんな。あ、じゃあ違うわ。違うとこから、違うルートだ。これで何もなかったら悲しいな。これ右から来れるんだよね、多分。で、ここの白一マスのとこ飛んでいくんだと思うんだけど、ちょっと探そう。こっちか、こっち、あ、あー、なんかそこだ、多分そこだ。なんかこの石が4つ置いてあるとこの、この中心っていうのか、上の石の真ん中のところ多分なんかあるわ。あー、多分今はいけない。ちょっと新しいエナジーが必要だ。というわけで、戻る、リターンでいけるかな、戻るかな。どっちにリターンするかだよな。あ、やっぱそっちにリターンするか。ダメだ、走っていくしかないのか。そう、あれ待ってよ。あれ、ここのグローってこの間やったよね。なんかあったっけ。これであっちに行けるようになるのか。あ、関係ねえわ。そうそうだ。こっからって結構遠くなかったか、戻るの。ここもなんかありそうだけどな。はい、戻ってまいりました。で水持って帰ってきたんだけど、ちょっとマッコイ様に話しに行ってみるか。マッコイ様。あ、未だにそれ言ってるんですか。もうクリアしてますよ、そっち。あ、違う違う。あ、思い出した。違うじゃんね、こんなとこじゃないよ。こっちの木の人に、人じゃ、なんていうの、木のおっさんにこの水使うんだよ。そしたらパワーが戻って、違う、パワーが戻ってなんとかなるってやつだよ、確か。そうだそうだ、思い出した。
と忘れてたよ。こっちだ、こっち。ってことは、また丸とやるのかよ。ここはカットだ。はい、それでは、戻ってまいりました。戻ってきたのかな。で、おっちゃんに使う。アイテム。これ。使う。はい。トリトンに染み込んでいった。どうすか。何？何？なんだ？あ、綺麗な色になった。力が溢れるようだ。おっちゃん、頼むぜ。取ると。キョロキョロしてる。森も元通りに。お前たち確か用があったのであろう。忘れてんのかよ。そこ覚えとけや。助けて。はあ、これで大丈夫だ。お、元取れたわ。あんな恐ろしい力持っていなかったわ。空から降ってきた石が影響した。ああ、俺らのせいだ。ごめんなさい。ああ、なるほどね。森林伐採されててイライラしてたんだ。なるほど。大義の表に姿を現す言葉を活用とはな。お杉を振った後同じようになったものは年長者のものばかりだ。あなたたちがここに来る多くの魔物たちと戦ってこられたでしょう。彼はもともと気の良い魔物たちだった。あの宝石さえ振らねば。あ、魔物じゃなくて動物だったのかな、もしかしたら。普通のネットさんにはあの力があったんですね。みんな宝石のためだ。一体何をしてるのです。まあ見てるがいい。何してんの？めっちゃ頑張ってるけど。あ、終わった。あ、やっぱ動物まで魔物になってたんだね。川の向こうは、川の南側、まがまがしい森まで生まれているようだわ。はい、時が経つほど。なるほど、忘れはしない。幸運をもたらしますように祈っておりますわ。じゃあなんかアイテムくれよ。使えるアイテムくれよ。クリア。これで平和が訪れたってことで。いたー。早速森の、森じゃない、村に行ってみましょう。木の村。あー、みんな戻ってる。やったー、みんな戻ってるじゃん。みんな、みんな覚えてるのかな。気になったこと、気にされてみて。あ、覚えてるんだ、気になったことは。木こりの村、コリマだよ。何回でも言っちゃうよ。コリマ村だよ。ね、俺が覚えないから。さっき防具買ったんだけど、あ、
OK、これで完全にこっちのエリアはクリアということで OK ですね。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。特に、戦闘とかなかったんですが、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。パソコンからご視聴の方は画面右の画像をクリック、スマートフォン、タブレットからご視聴の方は画面下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。動画の続きは画面下の再生リストから見ることができます。 Twitter で動画の更新情報などを配信しております。こちらも合わせてフォローをお願いいたします。ではまたのご視聴お待ちしております。バイバーイ。